それではシブル深夜目指せ看護大使、次回も頑張んね。またね。いるじゃん。おい監督、なんだよそこにいたならさ。ごめんごめん、撮影手伝ってほしかったんだけど。もう一人の撮影大変だったよ。もうそばにいてほしかったわ。なんて言った？そばにいてほしかったわ。じゃあそば食べようか。そっちのそばじゃねえよ。秩父空を見上げ、いつでもこの街を思うよ。素直になれるよ、ふるさと秩父。何？今日はそばを食べるってこと？秩父って言えばそばじゃん。はい、だから秩父で有名なそばを用意してみた。おお、素晴らしい。おお、これ武蔵屋さんのそばじゃん。わあ、うどんも入ってる。しかもそうなんだよ。あ、そういえばさ、そばにつけるめんつゆって秩父のお土産コーナーに何種類か置いてあるじゃん。あれどれも美味しそうなんだけど、違いが分からなくて迷わない。確かにね。ね、せっかくだからさ、この武蔵屋さんのそばを堪能しながら、皆さんが参考になるようにめんつゆの味の違いを紹介してみない？いいね。じゃあ新也くん、タイトルコールお願いします。 OK です。秩父る深夜ステイホーム企画、秩父の名物めんつゆ紹介。こんなこともあろうかと、今回めんつゆを4種類用意しました。準備はいいね。でしょ。いや、グラビアか。はい、じゃーん、茹でてきました。うまそうでしょう。それでは一つ一つ食べてみたいと思います。じゃあまず最初、関田の極上匠つゆで、こちらに用意してあるんですよ。じゃあいただきます。うん、おお、まず言っていいですか、さすが武蔵屋さんのそばです。うまい麺、これ昆布だしが効いててすごいさっぱりします。だから結構万人受け系で、みんな好きな麺つゆっていう感じがしますね。あと天ぷらの天つゆとかでもいいのかもしれない。うん、安定の麺つゆ、うまい。はい、じゃあ続きまして、こちら島田醤油店の秩父つゆ。さあこちらはどんな味かな。いただきます。さっきとまた違いますね、味。うまい、さすが醤油専門店だけあって、すごい醤油寄りのめんつゆの味がします。だ、醤油好きの人はこっちのめんつゆの方が好きだと思いますよ。すごいカツオの風味がこうクワーッときてて、お豆腐とかでもいいかもしれないですね。合うかもしれないですね。うん、はい、それでは3つ目、こちらの清水屋さんのくるみそばつゆ。やっぱね、秩父のそばはくるみつゆですよね。そうだね。ね、じゃあいただきます。うん、くるみつゆ美味しい。クリーミーでこうマイルドな味わい。くるみそばの中では結構さっぱりしてる方のくるみそばかもしれないですね。ごまだれドレッシングとかの代わりにもなりそうなのかな。うんうん、はい、それではラスト、
こちらと同じ島田醤油店の山井市のくるみつゆ。さっきのとまたどういう違いがあるんでしょう。じゃあ食べてみたいと思います。これつゆにくるみが粗めに残ってて麺に絡みつく。いただきます。急にどうした。リズムに乗っちゃいますね。これすごくくるみの香ばしさが引き立ってます。うまい。その麺つゆ、くるみが粗めに残ってて麺に絡みつく。うん、皆さんもご一緒に、せーの。やんねえよ。はい、完食しました。スタッフみんなで美味しくいただきました。いやでも監督、これでちょっと皆さんにいい感じに伝わったらいいよね。うん、そうだね。 いい声だね。今回は支部の麺つゆを紹介させていただきました。ぜひとも参考にしてみてください。またこちらは祭りの湯なのでお取り寄せもやってるんで、よかったら皆さんも取り寄せしてみてください。それといつも応援してくださってる皆さん、本当にありがとうございます。引き続き YouTube、Twitter、Instagram の登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではシブル深夜、目指せ観光大使、次回も頑張って、またね。